そっちは柊様だっけ。なんだ、柊を知ってたのか。知ってるも何も有名人じゃないそんな大層なものじゃないけど、時坂君が知り合いだと聞いたから、ちょっと仲立ちをお願いした。少し聞きたいことがあって。聞きたいこと？ここ数週間身の回りで変わったことは起きなかった？どんな些細なことでもいいのだけど。変わったことって急に言われても。別に変わったことなんて、そもそも最近は。あ？なんでもないわよ。なんで私こんなことを聞かれてるわけ？いえ、ちょっと個人的に気になることがあって。ありがとう。心当たりがないならそれでいいの。わけわかんない。聞こう。ねえ時坂、あのあと空はどうしてた？ああ、相当へこんでた。一晩経った今でもな。朝は一人で鍛錬に打ち込んでた。多分じっとしてられねえんだ。そう、部外者が立ち入るのもどうかと。2年のお前がもうすあんたに私の気持ちはわからないわよ。武術に真剣に打ち込んできた人間に。あ、おい、行っちまったか。彼女やっぱり異界と関わりがあるわね。わかるのか？ええ、サーチアプリが強い。おそらく彼女自身。それにさっきの時坂君とのやり取りで。そうか、そっちの方は正直全くわからんが。まあいい、だったらすぐにでも追いかけて。続きは放課後ね。仕方ね、また声をかけるとすっか。
坂くん。ソラ、寺田先輩も。よかった。まだ書いてなかったのね。千秋、どこに行ったか知らない？え？相沢のやつ。それが昼休みが終わって、しかも顧問の先生にいきなり退部届を出した上で。な。さすがに寝耳に水だったから家にも帰ってないらしくて、行方がわからないんで。私もさっき千秋先輩。ソラ。まったくもう。とにかくもし見かけ。まずいわね。今の相沢さんを一人にするのは危険だわ。どういうことだ。人間の持つ負の感情、怒り、妬み、そして目をつけた者の感情の揺らぎに共鳴して、まるで神隠しのように怒る本人を、もしくは居合わせた人間を。それは。じゃあ昨日起きた異界化は。可能性は高いです。このままじゃ彼女自身が異界に取り込まれ。だったら急ぎ。きっとまだ町のど。ええ、さあ、なんとか日没までに見つ。行くぜ。
ようこそくぐら屋へ。してますね。ようこそくぐら屋へ。
どのようなご用でしょう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。また来てくださいね。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
相沢、ここにいたか。時坂に、いろいろあってな。ええ、どうやら大事に至らずに済んだみたいで。ん？まあ、気にしないでくれ。それより、お前、退部届を出しちまったんだってな。あんたには関係ないでしょ。まあそうだな。俺も中学で部活を辞めた口だし、辞めるのは個人の勝手だろ。けどな、空手部の連中は部長さんも。もう疲れたのよ。これ以上惨めな思いをしたくないの。あの子が、空が入ってきて、あれだけ有望な後輩、どこまで伸びるか楽しみだった。何よりも先輩としてひたむきなあの子の手本になれることが誇らしい。でもある時、瞬発力にパワー、古流の空手で磨いたらしい技、あの子が私とは次元の違う本物の天才だってことに。今はギリギリ私が上だけど、すぐあっという間に追い抜かれる。それに気づいてから、あの子、空への真っ黒な気持ちを抑えられなくなっちゃって、可愛かったはずの後輩に辛く当たってしまうようになって。そうしたら、そんな自分にますます嫌気がさしてきちゃって。相沢。ああ、小さい頃から迷いなく才能の差を見せつけられたくらいで。いや、俺も少しはわかる。5年以上前になるか、じいさんの道場で空と一緒に稽古をしてた時のことだ。外見こそガキそのものだったが、心から楽しそうに、ただまっすぐに稽古に打ち込んでてな。子供心に眩しいって思ったもんだぜ。その後俺は中学くらいにじいさんの道場に行かなくなったが、今考えりゃ、あの時の空みたいに心から楽しんで武術に取り組める、そう思ってな。そっか。でもよ、別に。え？嫉妬なんて誰にでもあることだろう。それ自体はそこまで恥ずかしがることじゃねえ。それに、空にしたって完全無欠の天才ってわけでもね。現にちょっとしたいさかい程度で、技や動きのキレが鈍るくらい。まだ一年坊、心の鍛錬。俺が言うのもなんだが、修行不足は、お先輩とか後輩とか一旦、そうしたらお互いに分かり合え。時坂君、もう遅いわよ。だって私、空にあんなひどいこと言っちゃった。あんたさえいなければ、あんたさえいなければこんな思いをしなくて。相沢、それ。今さら許してもらえるわけないじゃない。いけない。相沢、イクリプス、やはり得意点。千秋先輩、あなたは。ソラ、どう。その千秋先輩の日、コウ先輩、千秋先輩は。ソラ。いや、なんとなく何かがあるくでも感じるんです。そうか。大丈夫、心配はいらない。私、時坂君、彼女。いいえ、どっ。この公園は、前にモヤモヤしている時はここで走り込むのが一番だって。ああ、だからこの場所が分かったのね。
ここに来てたっていうことは、やっぱり先輩も悩んでいたんで。あんなに面倒見が良くて優しかった千秋先輩が、私のことで。だから私がこの手で先輩を助けてあげたい。そして今度こそ正面から向かい合いたいんです。この光、とどろけバリアント。こいつはデコーのソウルデバイス。これってあの時先輩と思い出、不思議な場所と大きな土偶みたいな。そっか、私も先輩たちに。さすがにたまげたぜ。ええ、彼女まで的確者だったな。どうするヒイラギ、ソラは知っての通り正真正銘の武術。この状況で戦力に加え、それはお願いします。この力があればきっと先輩たちのお役に立てるはずです。もうソラさん、ネメシスの名においてあなたに協力を要請。よくわかりませんが。よし、そうと決まればとっとと乗り込んで。はい、行きましょう。